ゼロの橋。ツリーツーワン、初恋舞ということで、YouTube の時間です。さあ、今日は何について話すかというと、チョロマカシチャンネルのチャンネル名についてです。いやついにこの時が来たかっていう感じだね。まあね、今ね、YouTube の登録者がね、1000人以上を超えてね、たくさんの、人が見てくれています。本当にありがとうございます。でね、このチョロマカシチャンネルもね、スタートして約3年が経ちました。いやあっという間なのか、長かったのか。ね。で、今日はね、そのね、チョロマカシチャンネルのこの名前の由来、チョロマカシについてちょっとね、話していこうと思います。まあ、いつかはね、話そうと思えたっちゃけど、まあ、ちょうどね、1000人も超えてさ、キリがいいというかさ、ちょっとそこについてね、話そうと思ってます。でね、そもそもね、このチョロマカシっていうのはね、何なのか。まあ、多分みんなのがイメージとチョロマカシっていうのはさ、チョロマカシ自体の意味はなんかもう、ごまかすような行動であったり、こう、あんまいいようなさ、意味じゃないや。でもなぜそれを俺が選んだかっていうと、これはもう遡ること、俺が大学生の頃。そう、大学生の頃ね、よく俺その言葉を使いよったじゃん。で、ちょろまかしてくるわ、とか言って。じゃあなんでそれを使いよったかっていうと、いや、どういう時にそれを使いよったかっていうと、勉強する時。そう、実際ね、大学に入ってさ、いろんなサッカーの上手い人たちこって、こう、もちろんサッカーも頑張りやったっちゃけど、教員免許を取ろうって決めたっちゃんね、その時に。そう、このまま大学出ても何も残らん、いや、せめて教員免許だけは取ろうって思って、教員免許だけは大学1年の時に絶対取ろうって決めとって、で、3年、4年になってくると、やっぱさ、大学生ってみんな遊ぶやん。ね。で、勉強が忙しくなった時に、やっぱいろんなさ、パチンコ行こうやとかさ、そういう誘いがあるっちゃん。でも俺は別にさ、勉強、まあ、勉強キャラではなかったけんさ、多分みんな分かっちゃうと思うさ。で、結構誘いがあったっちゃ。でもなんかそこで俺はさ、なんか変な天の弱なのかさ、分からんけどさ、勉強するけちょっと遊びかんとかさ、勉強するけっていう言い訳を勉強っていうのにしたくない自分がおったっちゃ。なんでなんやろね、分からん。あんま勉強キャラで通したくなかったのか分からんけどさ。でもその時に使った言葉がちょろまかし、ちょっとちょろまかすけん、ちょっと今日いいわ、何回とか言われながら、まあいいわとかになった方がいいかもしれないみたいな感じで、そう、その時にこう勉強しちゃったよね。でやっぱその時にずっと使えた言葉、まあもちろんさ、教員免許取るためにはさ、多分時間も使わなきゃいけんし、勉強せなきゃいけんしっていう、その時間を費やした自信はあるじゃん。でもそれをなんか表に出すことが恥ずかしくて、俺はそのちょろまかしっていう言葉を使いよって、まあ、今やったらさ、もちろん言えるよ、もう思い切って努力してることは努力してるって言っていいんだぞっていうのをさ。でも当時の俺はなかなかさ、そのちょろまかしっていうことが言えんくて、本当に頑張っちょ自分なりにやりよったんやけど、それを言えんくて、ちょろまかすわっていう言葉を使えたじゃんね。そうそう。でもそれがね、なんか今回 YouTube 始めるときにチャンネル名何しよっかなって言ったときに、絶対続けるって決めとったね。継続するって。その時のなんか言葉、なんかなった時に、よし、ちょっとちょろまかしをちょっと久々に復活させるかっていう感じでね。そう、ちょろまかしっていう言葉を使って、なんと3年が経ちます。みんな、ありがとう。お、そう、だけんね。そうそうそう。まあね、これまでたくさんのね、動画を上げてきたっちゃけどね、まあ、これからもね、オーストラリアの情報であったり、ここのダウン症のことであったり、仲間とね、いろんな企画を楽しんでいきたいと思います。いろんな動画作るぞ、みんな応援よろしくお願いします。まあまあ、そんな感じで、まあちょろまかしの由来わかったかな。単なる俺の負けず嫌いなのかっていう、こう言いたくない天の弱から来た言葉、でもその裏には絶対負けねえ、絶対継続してやるっていう強い気持ちがあるっちゃね。それをそのチャンネル名に しました。まあね、教員免許っていう話も、免許持っとんやと思ったかもしれんけどね。いつからだろうな。でもちょっと教員免許について話そうか、最後。そう、いや、もう実際ね、
先行は好きじゃなかった。まあ先行って言ったらあれか、先生は好きじゃなかったじゃんね。うん、まあ2つあるかな。1つはね、小学生中学生ぐらいかな、なんか昔読んだ本で夜回り先生っていう水谷先生のね本があったじゃん。それを見た時に、その先生は渋谷とかそういう東京の街を学校に行けなくなったり、ドラッグでさこう溺れた人たちを助けてあげる、いいんだよっていう言葉でね伝えてあげるっていう行動書って、うわそんなしてる人がいるんだっていう小さいながら思ったんよね。そうなんかすごいなっていうのがずっと頭の中にしょって、なんか本当に人が、仲間がピンチな時ってにピンチな時に助けられる人でありたいなっていうのをなんか小さいながら思って。ともう一個はね、学校の文化祭かなんかの時に、俺らの文化祭でなんか乱闘が起きたっちゃんね。で乱闘が起きた時に、まあなんか文化祭ってさいろんな人が入ってくるやん。それが入ってきた時にこうなんか喧嘩になったんよ。でその時にさ、こう要はさ、俺らもみんなこう乱闘しよう時にさ、先生で止めるやん。でもその止めた先生っていうのはね、日頃こうなんかめちゃくちゃ偉いことを言いようのに、そういう時になって俺らを守らんねやみたいな。でも日頃俺たちが正直こう 俺たちって言ったらダメか、生徒がさバカにしよう先生ってさ思ってさ、でその先生がさ俺らを守ってくれたりしたよね。その時にやっぱ本当のかっこいい先生、うん、ってこういう人なんだなって思ってさ、そういう人みたいに本気でピンチな時に本当に体を張って守れる。もちろん今の俺の教え子もそうやけど、もう何かあったら絶対守るし、何かあったらね学校行きたくなったらいかんでいいし、俺のとこ来いとかさ思うし、そうやっぱ人生さ、もちろん思春期とかあるけどさ、いろんなことあるけど、そういう時に俺がさこう助けてあげたいっていうさ気持ちは常に持っとってからさ、そうそう、その時にやっぱね先生がってかっこいいなと思って、やっぱそういう専攻になったらいいなと思って教員免許取ろうって決めたっちゃね。そうそう、そういう背景がねあります。まあ今でもね何かを伝えていける人でありたいなとは常に思うし、そのためにもね矢印をね自分に向けてね、うん、やっていきたいなと毎日思ってます。なんでね、そういうことも含めてこのチャンネルで配信していけたらねいいなと思ってます。これからねシドニーは夏が来るけんね、面白い企画用意してます。みんな楽しみにしとって、楽しみにしとって。ということで今日はこの辺で、チョロまかしチャンネルの意味わかった、オーストラリア人にみんな言わせようか、チョロまかしチョロまかしチョロまかしってね、面白いかもしれないね、それただただチョロまかしを言わせる動画。まあまあそんな感じでみんなありがとう。ということで皆さん、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。応援よろしく。じゃあね、バイシュ。